駆けつけてくださいました。よろしくお願いします。皆さんこんにちは。維新の会顧問の松井です。いやもうあとね、日曜日で政治家終了をいたします。皆さんにね、あの知事の時代、本当に河内長野の皆さんにもね、お世話になって、こちらもありがとうございます。こちらにもね、何度かお伺いをいたしました。でも選挙もね、いよいよ日曜日投票箱が閉まるまでです。で今ね、状況から言うと、本当にあの各種世論調査、情勢調査というのが出てきます。今本当にもうわからない、真横に並んでいる状態であります。でね、政治っていうのはどういうことかというと、皆さんの生活、少し、どうもこんにちは、少しでもね、こう、昨日より今日、今日より明日、少しでも負担軽減していく、で、少しでもやっぱりね、住みやすい街を作っていく。で、それはね、河内長野だけではね、難しいんです。やっぱり大阪府とがっちり手を組む、そういう形が必要なんですよ。でね、残念なことに、僕が知事時代はね、河内長野にも、ね、維新の会の府議会にいたんです。高見島松井です。いたんですけどね、もう何かわからないけど、いつの間にやら、いなくなってしまいました。それで吉村さんとの距離もできてしまってね。で、やっぱりね、河内長野って1970年、あの、万博の、前回の万博の頃、その頃ってね、人口5万人だったんですよ。で、それが高度経済成長で、どんどん人が増えてきて、10万人を超える、そういう都市にまでなってきたけど、やっぱりこの平成の真ん中あたりから、どうしても人口がどんどん減ってきて、流出していっております。じゃあ、なぜね、1970年、万博の頃ね、万博の頃、人口がどんどん増えていったか。河内長野って難波から40分じゃないですか。地の地形はすごくいいんです。でも、やはりね、大阪全体の経済の範囲がどうしても縮小しすぎたから、そういう形の中でね、河内長野の人口というのが減少の方になっていく。だから今僕大阪市長なんですけど、大阪市とがっちりタッグ組んでね、この10年間で区域全体では、区域全体ではね、出ていく人、出ていく人と入ってくる人、大阪に住もうとする人、その差がねプラス15万人だと。今やっとプラスに持ってきたんです、この10年間で。で、プラス15万人だけど、それが今、僕が今担当させていただいている、大阪市中心で、どんどん人が住んでいます。でもね、皆さん、大阪市っていうのは、小さい小さい面積なんですよ。大きそうに見えても、他の政令市とは比べ物にならんぐらい小さいんです。ほんなら、結局、ね、それだけの面積がないんだから、どんどん増えてきたら、これは周辺のところにね、周辺のところにやっぱり住んで、そしてそこで生活する方も増えてくるんです。そのためにはね、まず大阪府と大阪市が一体で経済成長のそういう、種を作って、それを育てていく。そしてその育ったね、種を、花が開いてくるときに、やっぱりこの大阪府域全体に広げていかなければなりません。僕は知事も2期8年やらせていただいたんでね、大阪市だけが賑わっていいなんて全然思ってはおりません。大阪府域全体、これ賑わしていきたいし、そしてもっと言うなら東京を中心とした首都圏のようにね、大阪中心になって関西を一つの成長の拠点として作りたいと思っております。そのためには皆さんね、大阪府とがっちりこの河内長野においても、吉村さん今戦ってますけど、吉村さんとがっちりタッグを組めるね、そういう府議会議員が必要なんですよ。皆さん、橋上さんはこの河内長野で生まれ育って、ずっと河内長野にいてね、維新の会の司会人やりながらね、今回決断にあたってもね、やっぱり河内長野の中でいろんな圧力、そういうのもあって、でもね、やっぱり河内長野を愛してるから、河内長野で生まれ育ってずっとここで住んでるんだから、やっぱり愛してるからね、いろんな圧力もある、
やっぱり気持ち的にいろんなやっぱり感情的に、少しこう思うところもあったと思うけど、それでもやっぱり河内長野を愛してる気持ちでね、今回この厳しい選挙にね立候補してくれたんです。で皆さんね、もうあと日曜日投票日投票箱が閉まるまでにね、本当にもう激戦、大激戦です。だから皆さん、こうして話聞いていただいた方々ね、ぜひとも投票に行っていただきたい。皆さんのお知り合いね、河内長野の友人、知人、ご親戚、でそれはね、相手は長年やってきたからね、それはね、コツコツといろんなね、支持者、後援会固めてきた。それはね、政治家っていうのは、皆さん、最後は武力に突き進む信念と、そして、やっぱり、